アジアハイウェイ61号線は、アジアハイウェイ網の路線の一つ。アジアハイウェイ北アジア、中央アジア、南西アジア小地域の路線の一つ。総延長は4158キロメートルである。アジアハイウェイ4号線通過点の中華、人民共和国の新疆ウイグル自治区カシュガルを、起点として北方に伸び、天山山脈の南北のウルグチャと建宅、インターチェンジ付近に設けられた。 トルガルト国境検問所で出入国管理、通関が行われる。中国、キルギス国境のトルガルト峠へは、さらに小道を使い険しい天山山脈を登らなければならない。標高3800メートル弱の峠を越え、キルギスに入って道を進むと、谷底にできたチャティルコが右手にある。天山山脈を北へ縫うように建設された道路を、進み山脈を越えると、 天山山無北側の縁の洗浄地の上に築かれた、キルギスの首都ビシュケクに到達する。ビシュケクでは、アジアハイウェイ5号線と交流、分岐する。次に、キルギスカザフスタン国境となっている、ビシュケク北欧の注意川をまたいで、カザフスタンに入る。カザフスタンに入ると高齢で、アジアハイウェイ5号線と交流、分岐し西に伸びる。メルキで、 アジアハイウェイ7号線と交差するとともに再び、アジアハイウェイ5号線と合流、分岐し、天山山無北側の縁に、帯状に連なる、線状地帯を西へ横断する。次に、シムケントで、アジアハイウェイ5号線と合流、分岐するとともにアジアハイウェイ62号線と合流、分岐し、シルダリア側に沿って、北西方向に伸びる。クズロルダ付近で、 アジアハイウェイ62号線と交流、分岐し、さらに北西方向に伸びる。アラル海湖畔のアラルを通過し、カラブタクに達するとカザフスタン西部北辺を西に伸びる。オラルではアジアハイウェイ63号線と交差し、さらに達すからとお人気の間のカザフスタンロシア国境をまたぐとロシアとなる。ロシアでは路線は真西に伸びサラトフを通過し、 ボリソグレブスクで、アジアハイウェイ8号線と交差する。さらにボロネジ、クルスクを通過し、ロシアウクライナ国境に達する。国境を越えると、ウクライナのスームイ州の町、フルーヒュにつながる。区間延長 169km 区間延長 539km 区間、延長 2243km 区間延長 1173km 11。ありがとうございます。